こんばんは、桂秀光でございます。山内和子です。桂先生、この本は一体何ですか？これはね、魚がね、特定の放射性同位体を濃縮するということをね、発見した論文をね、元に私が執筆したね、大学院生向けの本ですね。画期的な研究ですね。そうです、画期的です。で、インドのね、BP インターナショナルというね、出版社がね、出していて、世界中の通販サイトでね、これ買います。あ、じゃあ、皆さんぜひともこれ買って読んでください。はい。桂秀光でございました。よろしくお願いします。お願いします。